北大路魯山人、フグのこと。その1、フグのうまさ。フグのうまさというものは実に断然たるものだと私は言い切る。これを他に非戦としても、これに勝る何者をも発見しえないからだ。フグのうまさというものは、明石鯛がうまいの、ビフテキがうまいのという問題とは点で問題が違う。調子の高いナマコやこの綿を持ってきてもダメだ。スッポンはどうだと言ってみても問題が違う。フランスのカモの肝だろうが、カタツムリだろうが、比較にならない。もとより、天ぷら、うなぎ、寿司などの問題ではない。無理かもしれぬが、試みに画家に例えるならば、西方や大観のうまさではない、幸彦古系でもない、本外画法でもない、火山筑殿木米でもない、御春あるいは応挙か、のしからば大河か、武尊か、玉堂か、まだまだ、では光琳か、宗達か、なかなか、では元信ではどうだ、又兵衛ではどうだ、まだだ、光悦か、三阿弥か、雪舟か、もっともっと、印だらか、了解か、だいぶ近づいたが、さらにさらに進むべきだ。しからば、白鳳か、天平か、水湖か、それそれ。すなわち水湖だ、水湖物。法隆寺の壁画、それでよい。フグの味を絵画彫刻で言うならば、まさに、そのあたりだ。しかし、絵をにわかに解することはちょっと容易ではないが、フグの方は食べ物だけに、またわずかな金で得られるだけに、3、4度も続けて食うと、ようやく親しみを覚えてくる。そして、後を引いてくる。フグを食わずにはいられなくなる。この点は、酒タバコに似ている。ひとたびフグを前にしては、明石鯛の刺身も、おこぜのチリも、変哲もないことになってしまい、触手が動かない。ここに至って、フグの味の断然たるものが自覚されてくる。しかも、フグの味は山におけるわらびのようで、そのうまさは表現しがたい。というフグにも、うまいまずいがいろいろあるが、私の言っているのは、いわゆる下関のフグの上等品のことである。いや、フグそのものである。